はい、おはようございますと言ってもね、今実は午後10時なんですけど、ね、一応本当はね、朝起きて一周回ってとも思ったんですけど、明日ちょっとめちゃくちゃ寒いらしいんで、夜打っとこうかなと思ってるんですが、ただね、あのプレートだけはですね、おそらく明日朝一で読み上げをやりに来てくれる方がですね、多分来るといるということなんで、とりあえずシルエットとね、ブルザイだけ先に打っといて朝一でプレートを打とうかなと思いまして、まずはシルエットから打っていきたいと思います。要するに一周回ってみたいと思います。 APS カップをね、シルエットはね、持ち球5発でこの上に並んでる3センチ角のターゲットを当てていくという競技ですね。ですので、あの持ち球5発なんで、どこから打っても構わないですし、外したやつを打ち直しても構わないということですね。自分の技量に合わせて打つところを選んでいただけたらなと思っております。はい、私は8メートルから打ってるんですけど、まあ、とりあえず行ってみましょうか。2分間で5発ですね。はい、ではシルエットスタンディング競技、これよかったらね、ぜひね、打てる環境の方がいらっしゃったら一緒に回ってみましょう。はい、ではシルエットスタンディング競技、スタンバイレディー、よいしょ。さあ、ということで8メートルから狙っていきます。何かな、あー、なんか当たったけど危ないな。続いて9メートル、さて、とりあえずは10メートル。ああ、ぶつけてねえな。もう一回狙いましょう、10メートル。はい、当たりました。さあ、7メートルですね。外してもらわんだよな、ここら辺が。踏んでねえけど、なんか当たりましたね。はい、ということで、自分のこの5発の射撃が終わったら、セーフティーをかけてね、重厚化をしてください。続いてクローンというところがありますね。ちょっと溜めるところかな。はい、ということで、とりあえずスタンディング競技は18点でした。続いてクローンに移りたいと思います。はい、それではクローンに行きましょうか。これでは、はい、では重厚カバーを外し、サイティング練習はとりあえずなしで行っちゃいます。行っちゃいマックスと。はい、じゃあ、2分間で5発ですね、こちらも。じゃあ行きます。スタンバイレディー、ゴー。よいしょ。はい、じゃあクローンの方もね、自分は8メートルから狙っていきます。おお、どうしようかな。わあ、やってもうた。ちょっと上だったけど、
9メートルを狙います。10メートル。7メートルを狙います。危ねんだよな7メートルいつも。はい、ということでね、はい、シルエットは18、18で36点でした。さあ続いてブルザイに行きましょう。はい、ではね、続いてブルザイ行ってみましょうか。シルエットは36点だったんですね。さあ、ブルザイどうでしょうか。ブルザイもね、2分間で5発打つ競技ですね。で、100点満点で何点かということになりますね。このね、太い黒線が10点、で、この真ん中のサークル X になりますね。で、8点、5点という圏内になります。触れてればいいんですよね。あの線に触れてれば高い方の点数になるということになりますね。さあ、では早速行ってみましょう。ブルザイ第1ターゲット、はい、スタンバイレディー5。いやー、よー、これ暖房入れてもやっぱ寒いなー。はい、5発終わりました。点数の確認していきます。第1ターゲット48点でしたね。さあ続いて第2ターゲットに入りたいと思います。じゃあ行きます。スタンバイレディー5。
ったらセーフティーを置いて重厚化をお持ちください。なんとか入ってんだけど、やっぱり動画撮っててもちょっと変わりますからね。はい、でまあ98点でしたね。98なってるよな。1234567123456789、そうですね、98の 3X ということでした。さあ最後は問題のプレート、まあ楽しみですね。おはようございます。さあ、おはようございます。また今週も、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいとこ見せてください。本当なんだ、全国100万人の視聴者、まあ、ここまで6点マイナスできてるんですよね。満車で194フィニッシュと。じゃあ、はい、お願いします、はい、ではスライティングレーシオ一度お願いします、はい、微妙な感じがする。じゃあお願いします、はい、じゃあプレート競技開始します、はい、プレートスタンバイレディー。ほっとしますよね。はい、プレートスタンバイレディー。僕の場合僕だけじゃなくて後ろで見てる人もほっとするという恐ろしい現象になりますからね。はい、プレートスタンバイレディー。今いい感じだったんだよな。はい、プレートスタンバイレディー。いつか公式とか本大会で僕がプレートってるとタオルが投げられるんじゃないかと思う時は。はい、プレートスタンバイレディー。おぉ、こいつ、いやぁ、怖えと思って、こんな人も怖え。ちょっと寄せた方がいいかな。あ、電池が、はい、ちょっと一旦切りますか。よいしょ。じゃあ中段からですね。はい、よし。お願いします、はい、プレートスタンバイレディー。おお、あぶねえ。こういうの大きいっすよね。そうです、はい、プレートスタンバイレディー。ああ、はい、プレートスタンバイレディー。あー、惜しい。やっぱちょっと左行くんだよな。はい、プレートスタンバイレディー。あー、また左だ。はい、プレートスタンバイレディー。あー、崩れ出すと崩れ出す。なんか考えてきたんですよね。もう諦めて全部左に来てるんですよ。で、なんとなく原因も分かってるんですけど。不思議ですね。お願いします。はい、プレートスタンバイレディー。
しょ。はい、プレートスタンバイレディ。はい、プレートスタンバイレディ。うわあ、はい、プレートスタンバイレディ。はい、プレートスタンバイレディ。よいしょ、ありがとうございます。ありがとうございました。とりあえず終わりよければ全てよしで、ね、まあ、今週は10枚今言った通りになりましたね。2枚増えました、いやでもなんとなくね、まあ最後、ね、ちょっと修正はできたんで、これ左っちなんかちょっと甘くなっちゃうんですよね、やっぱ40つうことで、まあまあじゃないこれ、174の3と、あと2枚当てればマスターバッチ到達。まあ来週また変わっていきますよ、はい、先週から今週まであんまりプレート打ってないんで。あ、そうなんですか。ちょっと来週はもうちょっと当てたいと思います、はい、酒井さん映しておくと動画の再生数が伸びるんで。じゃあまた。